熱はありましたけども、ゴルフのレベルが相当悪かった、下手でしたので、気持ちだけで乗り切った、プロテストですね。もう戻りたくないですし、でも気持ちっていうのは強い思いがあったのを覚えてます。やはり夢を追って何かにこうチャレンジしてる姿ってとてもいいことですし、それを一緒に応援できたり、その姿を見るのはプロゴルファーもそうですけども、いろんな人に力をメッセージ与えられると思うので、本人が一番大変ですけども、熱い思いを持って夢に向かってひたすら頑張る姿を見たいですね。はい、本当高い志を持って現状に満足しないで、やっぱ目標に向かってひたすら歩み続ける、決めた年数は何年か分かんないですけど、決めた間は必死にやり遂げてほしいです。簡単な世界じゃないですけども、やり遂げた先には本当に素晴らしい世界が待っているので、その厳しい山をしっかり登ってほしいです。